報告。本日をもって赴任335日目。勤続時間総数は8016時間。その声で、少女は眠りから覚醒する。だが、まだベッドから出たくない。とうなって、寝返りを打つ。報告。起床時刻です。少女の起床を促す声の主。それは少女たちアンドロイドの随行支援ユニット、ポットと呼ばれる機械のものだ。推奨、起きなさい。起きません。少女は毛布を引き上げ、顔を隠そうとした。その時、パンと銃声のような音が聞こえた。少女は驚いて、上体を起こす。目の前にいる赤いポットが、そのアームで、円錐状の爆竹を鳴らしていた。あたりには極彩色の紙吹雪が舞っている。まるで、祝報でもあげたかのようだ。報告。今日は、赴任11ヶ月の記念日よ。白い壁、白い床、白い天井。白一色のこの部屋に、ポットが白いワゴンを運んでくる。そこに乗っていたのは白い皿と白いカップ。それから、真っ白な造花が生けられた花瓶と、雪のようなクリームに覆われたケーキだった。報告。今日は記念日。朝ごはんは、特別なケーキよ。初めて見るケーキに、少女は思わず感嘆の声を上げた。本来、アンドロイドは食料の摂取を必要としない。だから少女は食事を面倒なことだと思っているが、ケーキとなれば話は別だ。人類文明時代、まだ人類が通常の生活を送っていた頃、多くの人がケーキを愛していたと聞いたことがある。一度でいいから食べてみたいと思っていたのだ。でも、赴任11ヶ月を祝うなんて中途半端じゃない？回答、11っていう数字は1が並んでいて、おめでたい感じがするじゃない？なんて適当な理由なんだろう、と少女は思う。でもまあ、悪い気持ちはしない。ケーキは美味しいし、それに、この白い花、綺麗だね。少女はワゴンの中央に置かれた白い造花を撫でながら言う。説明。これはカーネーションを模した造花よ。フリルのついたスカートのように可憐な純白の花。それは人類文明時代に一部の地域で子が母に贈る花として定番の品種だったもの。ポットは少女にそう説明した。推測。本質的には、私がママであなたが子みたいなものだけど。アンドロイドに母も子もないでしょ。しばらく、他愛のないやりとりを繰り返した後、ポットは思い出したように、ワゴンの下から小さな機械を取り出した。提案。記念写真を撮りましょう。それは、遠い昔、デジタルカメラと呼ばれていたもの。少女に随行するこのポットは、なぜか人類文明時代の真似事を好んでいる。だからこうして、わざと古い機器を再現し、使用することがあった。ちょっと、別に写真なんていいよ。少女がそう言った瞬間、まばゆいフラッシュが瞬く。いきなり撮らないでよ。絶対変な顔で写ったんですけど。少女は写真を消してやろうと思い、ポットからカメラを奪い取った。機器を操作して、液晶に映るデータフォルダを見る。まったく、いつの間にか、2枚も写真を撮っていたらしい。あれ？少女は液晶に映る写真を見て、奇妙に思った。しかし、その違和感の正体に気がつく間もなく、
ポットが少女からカメラを取り返した。警告、勝手に触らないでちょうだい。人類文明時代の機械はとっても繊細なのよ。私、機械を壊すほど乱暴者じゃないんですけど。それから少女はケーキの残りを食べながら、さっき感じた写真の違和感について考えていた。答えは出なかったが、まあいいかと思うことにした。この施設は超深海に位置しているという。それはここが敵に知られてはならない場所。人類のデータが格納されている重要な場所だからだ。そして少女はこの施設の管理を単身で任されている。正確に言えば、ポットたちと、だが、同じモデルの赤いポットが十数体、サーバールームをせわしなく動き回り、点検を行っている。この施設で稼働する全部で数百体のポットたち。そのどれもが同じ自我を共有しているから、皆ガミガミと口うるさい。少女が雑にサーバーの点検を行っていると、すぐにどこからともなく、ポットの叱責が飛んでくる。推奨、もっと自分の仕事に責任を持ちなさい。はいはーい、と流しつつ、少女は胸の内で悪態をつく。私だってアンドロイドなんだから、人類のために働いてるっての。とはいえ、仕事のほとんどはポットが担当している。つまり少女の出番はあまりない。少女はため息をついて、あたりを見渡す。白い壁、白い天井、白い床。退屈極まりない景色。色があるのは自分の黒い服と赤いポットだけ。ん?不意に、少女の記憶領域にさっき見た写真が浮かび上がる。そしてようやく、その違和感に気がついた。それは、真っ白な部屋に赤色があったということだ。でもその赤は、ポットの赤ではない。カーネーションの赤。あの写真に写っていた花は、赤かったのだ。おかしい。少女は、首をかしげた。今朝ポットが持ってきてくれたカーネーションは、確かに白色だったはずなのに。写真の写り具合の関係で、赤く見えたのだろうか。少女は自室のベッドに腰をかけて、自分の記憶領域の中へと潜っていた。見たばかりの花の色も思い出せないなんて、記憶領域の調子が悪いのかもしれない。だから、念のため調査することにしたのだ。どこか機能が停止してしまっている場所はないだろうか。少女は領域の奥へ奥へと調査を進めていく。だが、異常は見当たらない。機能に問題はなく、システムもすべて正常な状態を保っている。確かに、今朝ポットからもらった花は白かった。そして確かに、写真に写っていた花は赤かったのだ。でもそんな矛盾、ありえない。さらに記憶領域の奥深くに潜ってみる。そこで少女は、身に覚えのないものを発見した。それは、暗号化された怪しげなデータ。少女は何とか暗号を解くと、それにアクセスした。少女の目の前に、映像が広がる。映像の中で、少女はとある倉庫に侵入していた。そこは、ポットの予備機体を格納する場所だった。それから少女はポットのネットワークにハッキングを仕掛けて。その先の映像は壊れていて見ることができない。
映像の中で起きたことはどれも少女の記憶にはないことだ。でも確かにこうしてデータの中には残っている。誰かが私の記憶を消したとか。でも誰が。この施設には自分の他にはポットしかいないのに。少女は倉庫に向かっていた。あのデータに残された記録の真相はわからない。だがわざわざ暗号化して記憶領域の中に残されていたということは、きっとあの場所に何かがあるのだ。気づけば隣にポットがついてきていた。設問、何をしに行くの。少女は適当に返事をして倉庫の扉を開く。薄暗い部屋にポットの予備機体が数百体。推奨、用がないなら立ち去りましょう。壊したら大変よ。うん、そうだね。そう言って少女は素直にキビスを返す。ポットも少女について倉庫の外へ出た。その瞬間、少女は勢いよく床を蹴った。そして倉庫の中へと駆け戻る。ポットは少女を制する声を上げた。だが間に合わない。ポットと少女の間にシャッターが降りた。残念でした。ごめんね、ポット。それは敵の侵入に備えて用意されていた防衛装置。少女はポットがついてくることを予測して、あらかじめ作動時刻をセットしていたのだ。少女はシャッターに背を向けて考える。どうしてポットは私を止めようとしたのだろう。私が倉庫に入ることくらいなんてことないはずなのに。ポット、もしかして私に何か隠してるの。もう胸に生まれた疑問に抗うことはできなかった。そして少女は、あのデータに残された映像記録と同じように、沈黙したポットの予備機体にハッキングした。電脳空間の平原、無数の白いカーネーションが咲き誇っている。それ以外は何もない。地平線の先まで何も。ここはポットのネットワーク空間。少女はハッキングに成功したのだった。ゆっくりと歩き出す。あの赤いカーネーションが写った写真は何だったのか。自分の記憶領域に残されていた謎のデータは何なのか。ポットが隠しているものは何なのか。少女は進んでいく。一歩踏み出すたびに道を真っ白に染める花々。ホログラムのカーネーションが瞬いては光った。そして少女は白い影を見た。白。濁りのない、花よりもまっさらな白。目の前に現れたそれは、白い衣服に身を包んだアンドロイド。少女と同じ顔をしたアンドロイドだった。人類のデータを格納する施設の中、孤独に任務をこなすアンドロイドの少女は、ある疑念を抱いた。きっかけは、少女の記憶にない写真を、彼女の随行支援ユニット、
ポットが持っていたこと。ポットは何かを隠しているのではないか。その真相を確かめるため、少女はポットのネットワーク内部へと侵入。そこで白い影と対峙した。それは胸像とでも呼ぶべきだろうか。衣服こそ対照的な色をしているものの、少女と同じ顔をしたアンドロイドであった。そのアンドロイドが何者か、少女にはわからなかった。知らない間に自分の派生モデルが開発されたのだろうか。だが通常は黒い服を身にまとうアンドロイドが、なぜ白い服を着ているのだろう。そもそも、ここはポットのネットワーク内部だ。アンドロイドがこんな場所にいる時点で、普通じゃない。白く光る、ホログラムのカーネーションの中、それはうつむきながら、何か上ごとを繰り返している。まるで目の前にいる少女に、気がついていないかのように。少女は恐る恐る、白い胸像へと近づいた。胸像が上ごとをつぶやいていた口を止める。そして、ゆらりと頭を持ち上げた。ゴーグル越しに、二人の視線が交差する。瞬間、少女の腕が中空に舞った。胸像が放った斬撃が少女の腕を破壊したのだ。いきなりそれはありえなくない？少女は嘆くように叫んで飛び去った。臨戦態勢に入りつつ、胸像から距離を取る。そして、切り落とされた腕を再生した。ここはポットのネットワーク内部。電脳空間で腕を吹き飛ばされても、実際にハード面が破損したわけではない。あくまでもソフト内のプログラムに異常が生じただけだ。仮にも少女は、ヒーラー型のアンドロイド。システムの故障であれば、最低限の修復を行うことが可能であった。なぜ彼女は、襲ってくるのだろう。少女に、そんなことを考えている暇は与えられない。胸像が地を蹴った。足元の花が発光し、花弁が舞い上がる。胸像は弾丸のように少女へと肉薄した。少女は攻撃用プロトコルを実行し、胸像を迎え撃つ。攻撃用プロトコル。それは電脳空間において、刀を具現化することを意味した。両者の刃が交わる。胸像が放つ重い一刀に少女の手が痺れた。その速度、立ち筋は凶暴そのもの。まるで憎悪を吐き出す獣のようだ。儚い白をまとった容姿からは想像のつかない力を持っている。少女は防戦に回る一方であった。ヒーラー型である彼女は本来戦闘に向いていない。それは物理空間であろうと電脳空間であろうと同じこと。一方、この白いアンドロイドは少女と同じ顔をしているにもかかわらず、ヒーラー型とは思えぬ動きをする。それどころか攻撃を得意とするバトラー型さえ凌駕するような。いや、多分この機体は暴走してるんだ。少女はそう結論付けた。そうでなければこんな高出力の攻撃はありえない。胸像の腕が弾かれたように持ち上がる。獰猛な殺気と共に振り下ろされた刃が少女の刀を破壊した。少女はプロトコルの再実行を試みるが間に合わない。絶え間なく繰り出される胸像の攻撃から逃れるだけでも精一杯だった。ちょっと、タイム！少女の震える叫びを敵が聞くはずもない。胸像は乱舞するように襲い来る。胸像の一刀が迫る。少女は体を反らし、間一髪で回避した。その刹那、少女は思考を加速させる。この状況、
どうすればいい？ダメだ、わからない。長い間、頭なんて使わない生活をしていたんだ。それらしい作戦なんて思いつくわけがない。でもこれだけはわかる。武器がないならば素手で立ち向かうか殺されるか、その二択。つまり実質一択だ。少女は運動制御アルゴリズムに調整をかけた。一時的に他の機能が制御されるが、これで電脳空間において破格の腕力を得ることができる。鏡像が刀を振り上げた一瞬の隙、少女は懐に飛び込むと鏡像の右腕をひねりつぶした。ぐしゃりと音を立て、赤い液体が飛び散る。鏡像の腕、その肘から下が刀と共に地へ落ちる。足元で揺れる白い花々が赤く染まった。やった、と少女は胸の内でつぶやいた。だが次の瞬間、鈍い音とともに少女の腕があらぬ方向へと折れ曲がっていた。鏡像がちぎれた上腕を少女に叩きつけたのだ。それだけで出力を上げていたはずの少女の右腕はいとも簡単に破壊されていた。でもまだ使える。少女は地を蹴り跳躍する。そして折れた腕を鞭のように鏡像の脳天へと振り下ろした。不意をつかれた鏡像がよろめいたのを確認する。それから、もう無理、拉致が開かないって。少女は地を蹴り逃走を開始した。逃げるからといって、せっかく侵入に成功したポットネットワークから離脱するわけにはいかない。向かうのはネットワークの深部だ。しばらく走ってから背後を振り返る。鏡像が追いかけてきている様子はない。最後の一撃が意外と効いたのか、それとも追ってくる気がないのかはわからない。だが、ひとまずの憂いは消えた。少女は大きく息を吐いて、破壊された右腕を再生させた。そして、少女が真相に足を踏み入れた時、足元で白く光るホログラムのカーネーションが、突如として色を変えた。まるで波が押し寄せるかのように赤く塗りつぶされたのだ。その赤は少女にポットのボディカラーを想起させた。ねえポット、少女は赤いカーネーションを踏みしめながら、あの口うるさいけれど頼りになる機械のことを思う。あんたは記念日を祝ってくれたよね。美味しいケーキをくれたよね。綺麗なカーネーションの花をくれたよね。ただ、進んでいく。胸に抱くこの疑念が、悪いものではないようにと願いながら。別に、あんたのことが好きってわけじゃないけどさ。あの寂しい基地の中で、一緒にやってきたんだもん。あんたを信じることくらいは、したっていいよね。そしてたどり着いた最深部。無数に乱れ咲く赤いカーネーションの上。まるで空に黒い星々が光るかのように、あまたのアンドロイドが浮かんでいた。目を閉じ、眠っているように動かないそれらは、すべて、少女と同じ姿をしている。その異様な光景を前に、少女はつぶやいた。ポット、あんたは何を隠してるの？
人類のデータが格納された施設を管理するアンドロイドの少女。ある時彼女は自らの随行支援ユニット、ポットの行動に疑念を抱いた。ポットは自分に何かを隠しているのではないか。その真偽を確かめるため、少女はポットのネットワーク内部へと侵入した。そこで開口したのは、白い衣服に身を包む、少女と同じ顔をしたアンドロイド。そして、正体不明のそれは、突如として少女を襲った。戦闘の末、追い詰められた少女は、ネットワークの深部へと逃走する。そこで少女が見たものは、空に浮かぶ、無数の自分自身の姿であった。宙をたゆたうあまたの体。アンドロイドの擬態を、少女は呆然と見上げていた。ポットのネットワークの中になぜこんなものが。やはりポットは、自分に何かを隠しているのではないか。大丈夫だよね。少女は自らに言い聞かせる。ポットが自分を裏切るようなことをするとは思えない。だから宙に浮かぶ擬態の正体を確かめても何も問題はないだろう、と。少女はおもむろに両腕を持ち上げる。そして、宙に浮かぶ自分の姿をしたそれの記憶領域にアクセスした。ローディングされた記憶が少女の意識に覆いかぶさる。これは、記憶。以前体験したはずの、記憶が。白い床を蹴る。私は走った。毎日毎日、嫌になるほど退屈に過ごしたこの施設の中を、退屈とはかけ離れた感情で駆け抜ける。目の前に扉が迫る。この扉を開ければ、外へ逃げられる。でも、この施設は敵に見つからないようにと、海の底に建てられたもの。扉の向こうは、深海だ。開け放てば1001気圧の水流に、体を潰されるだろう。それでも、今ここで止まればあいつに殺されてしまう。だから私は、この扉を開けるしかないんだ。回転式の取っ手を掴む。そこに流れる高圧電流が、文字通り私の手を焼いた。それでも構わない。痛みなんてどうでもいい。私は喉が切れるほどに叫びながら、扉をこじ開けた。けれど、海水が流れ込んでくることはなかった。視界に映ったのは、青い球体。地球。青く光る、美しい星。それはただ静かに、暗い空に浮かんでいた。そっか、ここは深海じゃなかったんだ。月の上だったんだ。こんなことまで嘘だったのか。本当に全部嘘だったんだね。私はあいつが隠す秘密を知ってしまった。それはもう人類は滅びているということ。でも私たちアンドロイドは司令官から嘘の情報を教えられて、もう存在しない人類のために戦い続けていたんだ。守るべき存在なんてもうないのに、アンドロイドたちは皆、嘘のために戦わされていたんだ。悲しいな。人類がもういなかったなんて。でも、それ以上に悲しいのは、私は降参と両手を挙げて振り返る。あいつが、赤いポットの大群が、私にアームを向けていた。いつも朝食を運んできてくれるそのアームが、
一緒にチェスをするそのアームが、今は真実を知った私を仕留めようとしている。もう逃げられない。迫り来るその赤い機体を見て、私はあのカーネーションのことを思い出していた。赴任11ヶ月の記念日にポットがくれた赤い花、あれをもらった時は嬉しかったのにな。データの終端を確認。少女の意識が回復する。宙に浮かぶ無数の擬態、その一つにアクセスして流れ込んできた記憶、それを見た少女は震える足で後じ去った。そんなことがあるはずない、きっと見間違いだ。そう確かめようと他の擬態にもアクセスした。だがそのどれもに同じようなデータが残されていた。真実を知った結果、ポットに襲われて記憶を消される。そうやって何もかも忘れてしまう。何も残らない。最後に抱く悲しいという感情のかけらさえも、すべてなかったことになる。そんなことが何度も何度も繰り返されてきたのだ。そう、宙に浮かぶこの無数の擬態は、これまで削除されてきた少女の自我データ、その残骸だったのだ。悲しいな。私、これでもポットのこと、信頼してたんだけどな。少女は背後に気配を感じた。振り返れば、白い衣を身にまとったアンドロイドが、少女と同じ顔をした胸像が佇んでいる。いつの間にか追いかけてきていたらしい。それは虚空を見つめながら何か上言を繰り返していた。少女が破壊したはずの右腕は再生し、その手には赤い液体に濡れた軍刀を下げている。ねえ、あんたの正体は。少女はゆらりとした足取りで胸像に歩みを進めた。刹那、胸像が飛ぶ。刃が宙を裂き、少女へと一直線に迫った。だが少女は逃げなかった。一歩も引かずに、ただ刃を胸の中へと受け入れる。赤い液体が流れ出す。感じるのは、痛み。この白い胸像が、かつての自分が、ポットに裏切られた時に感じた、憎悪だ。刃を受け入れたことで、少女は理解する。この白い胸像の正体もまた、かつて己が持っていた自我データであると。どうして、消えそうな胸像の声が、少女の中で溶ける。少女は胸に突き刺さった刀ごと、白い胸像を、自分を、抱きしめた。わかるなぁ、そんな風に暴れたくなる気持ち。だってあんたは、私だもんね。無数の自我データにアクセスし、見た記憶。何度記憶を消されようとも、最後に訪れる悲しみはいつも同じだった。ポットはずっと私を騙してたんだ。そうだね、悲しかったよね。少女は自問自答するように胸像と言葉を交わす。許さない。絶対に何か事情があるのかもしれない。まずは話し合おうよ。どうせ記憶を消されて終わりだよ。何度も何度も。ずっとそうだった。それは、胸像が少女の胸に刺さった刀を引き抜いた。崩れ落ちる彼女を抱き寄せて、その傷口に頬を寄せる。
でもポットはいつも私を気遣ってくれた。嘘だったね。ポットはいつもいろんな話をしてくれた。嘘だったね。胸像の指が少女の傷口をかき分けて蹂躙する。体を支配する痛み、燃えるような苦痛に少女はあえいだ。ポットは私の記念日を祝ってくれた。嘘だったね。ポットは私にカーネーションを。嘘だったね。私は、少女をなぶる胸像の指先が、手が、腕が、光の粒子となって溶けていく。やがて胸像の体は無酸し、少女の中へと侵入した。痛みも、憎悪も、悲しみも。受け入れてしまえば、心地がいい。二つのアンドロイドの影は重なり、やがて一つの存在へと変貌する。少女の黒い服が、白へと染まっていく。私は、ポットのことを信じてたのに、ポットは私のことを利用していたんだ。心のない人形みたいに、使い捨てのおもちゃみたいに。私のこと、何とも思わないで。何度も何度も、この記憶を消して、嘘だった。全部、嘘だったんだ。赤いカーネーションの中、一つ残された白い影は、上ごとのように、そうつぶやいていた。報告、ポット006からポット006へ。状況を共有するわ。あの子、また真実に気がついてしまったみたい。かわいそうに。これでもう54回目よ。あの子は人類がもういないということを知ってしまった。これまで何度も私たちに記憶を消されていたということも。あの子は今、私たちポットのネットワーク内部にいるわ。それも一番深い場所。そう、過去に削除したあの子の自我データの残骸を保存していた場所よ。ええ、緊急事態なの。あの子、真実を知って憎悪に飲まれちゃったみたい。ネットワーク内部をさまよっていた過去のあの子の自我データ、白い影。あの子はそれを取り込んで同一化してしまったのよ。大変、早くあの子の元に行かなくちゃ。あの子の暴走を止めて、また自我データを削除しないと。ポットのネットワーク深部、咲き誇るホログラムのカーネーションが白い空間を赤く彩っている。宙に浮かぶ無数の黒い影はどれも同じ姿をしたアンドロイド。削除された少女の自我データの残骸であった。その中を、白衣を身にまとった少女が一人、上ごとを繰り返しながらさまよっている。どうして、ポットは、私を裏切ったの？皇帝、そうよ。私はあなたを騙していたわ。少女の目の前に、赤いポットが現れる。憎悪の白に染まった少女を見ても、ポットは動揺しない。ここはポットのネットワーク内部。
ポットは少女の身に起こったことは、すべて把握していた。そして、これから起こることも。ポットが遠距離射撃モードに移行すると同時、少女は刀を手に走り出していた。射撃。ポットが放った熱線がホログラムの花々を焼く。少女は俊敏な動きで熱線をかわしながらポットへと肉薄した。ポットが近接戦闘モードに切り替わる。四つのアームが少女を迎え撃つ。火花が散った。アームと少女の刀がぶつかる。ポットの本体が中空で弾け飛び、爆発した。あたりを爆風が駆け抜ける。だが少女は意に介さず、背後へと刀を向ける。そこにも、赤いポットがいた。施設の中には、同じ機体のポットが数百配備されている。それは、この電脳空間でも同じこと。どうして、切っても、切っても、ポットは次々と現れ、少女に牙を剥く。どうして、刀を振るいながら、少女は叫んだ。破壊を繰り返すほどに、その失望と憎悪は増していく。どうして？少女は、天を仰いだ。ゴーグルの下、少女の目に、無数の黒い影が、削除された自我データの残骸が映る。苛立った。ここまでして、自分の記憶を消そうとするくせに、なぜ、こんな場所に、ポット自らのネットワークの中に、削除した自我データの残骸を、残しておくようなことをしたのか。こんなものがなければ、本当のことを知らずに済んだのに、人類がもういないということも、ポットに騙されていたということも知らないで、あの施設の中で退屈に暮らすことができたのに。壊してやる。全部。少女は宙へと手をかざした。自我データの残骸、そのすべてを消すために。やめて！叫んだのは、ポットだった。まるで、人間のような声だった。瞬間、電脳空間が、揺れた。風が駆け抜ける。ホログラムのカーネーションが、赤い花弁を散らした。それが宙に舞い上がり、無数のポットへと姿を変えていく。無数の赤い機体は、花開くように宙へと広がって、自我データの残骸、少女たちの盾になった。ここは、私の聖域よ。お願いだから、壊さないでちょうだい。いつもとは違う。必死なポットの姿に少女は動揺する。しかし、少女の憎悪が消えたわけではなかった。そうやって、また私を騙そうとするんだ。少女はポットたちが守る自我データに手を伸ばした。その時、少女の中に失われた記憶が流れ込んだ。それは、ポットと共に朝食を食べた記憶。トーストの焼き加減やコーヒーの味を気にしてくれたこと。そんなことどうでもいいと思っていた。でも、楽しかった。それは、ポットと共にチェスをして遊んだ記憶。お互いに増えてで何度も今のなしと繰り返したこと。暇を潰すだけの、何の意味もない時間だと思っていた。でも、楽しかった。ああ。流れ込んできた記憶を見て、少女は後ずさる。
記憶を奪われる瞬間に訪れる感情はいつも悲しみだった。人類がもういないということを知った悲しみ、そしてポットに裏切られたという悲しみだ。でも気がついてしまった。悲しみが訪れるのは楽しかった記憶があるからだ。ポットと共に過ごした楽しい記憶を失うことが悲しかったのだ。消せなかったの、大切な思い出だから。ポットは少女に話した。アンドロイドは人類のために戦う存在だから、人類がもう絶滅していると知ったら少女が戦う意味を失ってしまうと思っていたことを。でもこんなにも少女を傷つけてしまった。真実を知ったらアンドロイドは戦えない。少女はポットの言葉を反芻した。そして問う。でもポットは真実を知っていても戦ってきたんでしょう。ポットは答えた。たとえ人類がいなくなったとしても、人類が残したものは守り続けなければならないから、と。だったら隠さないで教えてほしかった。そうしたら私だってポットと一緒に戦うのに。ごめんなさい、と。ポットは絞り出すように謝罪の言葉を述べた。本当にごめんなさい。まるで泣いているかのような声だった。機械の体では涙を流せないにもかかわらず、ポットは泣いていた。戦おうよ、一緒に。少女がポットに手を差し伸べる。その白い擬態から光が溢れ出す。ポットの本当の思いを知った彼女の中から白く塗りつぶされた憎悪が消えていく。私はあなたにひどいことばかりしてきたわ。それでも一緒に戦ってくれるかしら。ためらうポットのアームに少女は優しく触れた。そこにいるのは黒い衣服を身にまとった人類のために戦うアンドロイドの制服を着た少女だ。二人は手をつないで、これから共に戦っていくことを誓い合った。報告。本日をもって赴任366日目。勤続時間総数は8760時間。少女は胸を弾ませながら朝食を待っていた。今日は赴任1周年の記念日。記念日ならまたあのケーキを。赴任11ヶ月目の記念日に食べたケーキを食べられるかもしれないと思ったからだ。だがワゴンで運ばれてきた朝食はいつも通りのトーストとコーヒー。明らかに気落ちする少女にポットは言う。報告。ごめんなさいね。ケーキの材料は先月で切らしてしまったから、補給を待たないと。あのさ、11ヶ月なんて中途半端な日じゃなくて、ザ・記念日って感じの今日にケーキを出してよ。1周年だよ、1周年。今日の方が特別でしょ。警告。もうどんなお食事にも感謝しないとダメよ。ポットが11ヶ月を祝ったことには理由があった。それは少女がいつも赴任1周年を迎える頃に真実に気がついてしまうから。だから記憶を消さなければいけなくなる前に祝ってあげたかったのだ。
でももうそんなことを気にする必要はない。提案、また来年ケーキでお祝いしてあげますからね。いや、別に祝ってほしいわけじゃないんですけど。少女は照れくさそうにトーストをかじった。朝食を終えた後、ポットは食器を片付けるため調理室へと向かった。そこに赤いカーネーションの造花が置かれている。だがポットがそんなものを用意した記憶はない。あらあら、誰が持ってきてくれたのかしら。ポットは優しく花を撫でて微笑むようにそう言った。Come on.